厚めのゆっこでーす。今日はですね、じゃじゃん、エクサの GT1 ワイヤレスゲーミングイヤホンをレビューしていきたいと思いまーす。じゃあ開けていきたいと思います。おー、こうなってるんだ。スライドさせて中から出てきました。こんな感じ。あ、なんか磁石でくっついててすごいしっかりした感じのパッケージですね。開けると、おー、じゃじゃーん、こんな感じで入ってました。見た目なんかこんな感じで宇宙人みたいな感じです。なんかほんと宇宙人っぽい。開けるとパカーン、おー、開けるとこんな感じです。かっこいいですね。ちょっと取り出してみたいと思います。へー、ワイヤレスイヤホンだ。こんな感じなんですね。こんな感じです。なんかシールがついてるので、それを剥がしたいと思います。多分剥がさないと充電されないっぽいですね。剥がしたらこんな感じで、ブルーに点滅し始めました。多分これ、ケースが充電されてて、中でイヤホンがケースによって充電されるみたいな、そういう感じのシステムになってるっぽいです。で、しかも、取り出した時分かったんですけど、磁石の力でスポーンとはまるので、逆さにしても落ちないっていう感じですね。いい感じ。説明書が入ってました。ちゃんと日本語で書いてあって、見やすいですね。説明書と充電ケーブルも入ってました。短いタイプの充電ケーブルですね。使いやすいかも。こんな感じです。 USB-C と USB のケーブルですね。あとイヤーピースもついてました。大きなのとちっちゃいの2つずつついてました。じゃあちょっと充電したいと思います。充電できました。今からですね、試してみたいと思います。パカーッと開いてイヤホンを取り出して耳につけます。おー、ぴったりフィットしますね。絶対落ちない感じ。まずペアリングしたいと思います。 Bluetooth なんですけど、 EXA GT1 というのがあるので、そこをタップするとコネクティッド言われました。なのでもう接続されました。このゲーミングイヤホン、音楽を楽しむミュージックモードとゲームを楽しむゲームモードと2種類あるらしいんですよ。なのでまず音楽のミュージックモードを試してみたいと思います。2秒間指を押し続けるとミュージックモードとゲームモードと切り替えができるみたいです。じゃあ押してみますね。あ、今ゲームモードになった。じゃあもう一回2秒押すとミュージックモードになりました。教えてくれます、音声で。音楽を聴いてみたいと思います。ポチ、おー、すごいクリアですね。低音もすごい聞こえるし、え、めっちゃいい感じ。うん、すごいしっかり聞こえます。じゃあ次はですね、ゆっこがいつも使ってるイヤホン、ワイヤレスより有線の方がいい音なのかなと思っていつも有線のイヤホンを使ってたんですけど、これは iPhone の純正のイヤホンです。これと聞き比べてみたいと思います。じゃあ聞いてみます。あー、なるほど。この有線の方で聞くと、やっぱり低音はやっぱり有線の方がしっかり聞こえてくるし、あと全然有線の方がクリアなんですよね。そりゃそうかって感じだと思うんですけど、そっか、有線の方は音楽鑑賞用だなーっていう感じがしますね。でもワイヤレスの方はやっぱり電車とかもう線があるとすごく鬱陶しいじゃないですか。だから街を歩いてる時とか、あと電車の中とか、そういう時は絶対こっちのワイヤレスの方が割り切って使う分には全然いいと思います。そもそもこのイヤホンはゲーミングイヤホンっていう名前がついているので、ゲームモードを試してみたいと思います。じゃあ今からスイッチでマリオカートやってみたいと思います。じゃあイヤホンをゲームモードにしますね。2秒長押しで、はい、ゲームモードになりました。じゃあやってみたいと思います。ゲームモードの特徴は低遅延っていうのが最大の特徴らしいんですよ。なのでそれも聞いてみたいと思います。そもそもこのイヤホンはゲーミングイヤホンだから、ゲームに特化しているイヤホンなんですよ。なのですごく低遅延らしくて、ゲームやりやすいみたいなんですよね。だからその低遅延の部分にも注目してやってみたいと思います。マリオカートスタート。 3、2、1、ゴー。 スタートダッシュを決めていく。確かに全然遅延ないですね。全然ズレとか感じないです。今ワイヤレスイヤホンつけてるのに全然それを感じさせない感じで、普通にいつも通りの感じでゲームできますね。はい、フィニッシュ。マリオカートゴールしました。1位。
嬉しい。あ、なんかすごかったです。遅延もなかったし、音も迫力があって、すごいゲームしやすかったです。さすがゲーミングイヤホン。めっちゃいい感じ。値段も5000円くらいとすごく安いので、購入しやすいと思います。明日から外出するときに使おうと思います。商品の購入リンクは概要欄に貼っておきます。ぜひぜひチェックしてみてね。この動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくね。ゆっこミラーでしたー。